もう本当に腹が立ってるんで、枠開きました、練習後ですけど。お疲れ様です。枠開きました。お疲れ。ハチアットマークヒネモスカズミチライフ3ワドツ。はい、ワドツ、ハチいらっしゃい。お疲れっす。ヒロミさんワドツです。はい、ヒロミさん、ワドツ、楽しんでってください。もうね、もう耐えらんなかったわ。だんだん頭にきて。なんかね、今回試合、大会出ますけど、いろんな意見があると思います。配信者の中には。今回の件に関してはいろいろあると思うけど、俺は、自分が強くなるために大会に出るんです。俺を強くするためだかなんだか知りませんけど、口出す人、全員 NG します。もう、うざいです、はっきり言って。はっきり言います。邪魔です、僕にとっては。それは配信者としてどうなのとか言う人いますけど、僕にとっては邪魔です。コメントでカタ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 。僕、口だけのやつ大嫌いなんですよ。本当に心の底から大嫌いなんです。で、大人なんだから、いいとしてるんだから、強くなりたいとか、自分の方が強いって言うなら、自分で大会出ればいいじゃん。でしょ？自分で総合格闘技でも K1 でも何でも出ればいいじゃん、ジムに通って。自分の方が強かったら、和道に教える資格があると思ってたら、大きなお世話だし、おせっかいなんですよ。本当にうざい。だから今度からグダグダ言って、ジャブがどうとか、パンチがどうとか、本当に邪魔なんで、僕ブロック入れます。はっきり言って。もうめんどくさいです。これね、タイトルにも書いたけど、人に物を教えるには資格がいるんですよ。そう、僕偉そうにしてる人間も、自分の方が強えとか言ってるのも大嫌いなんですよ、そういうの。だから、僕に教えるっていうのは、僕が頭を下げてお願いしますって言った人間だけです。普通そうでしょ？どんな世間でも。そう思いません？迷惑なんですよ、はっきり言って。本当に迷惑。人間関係も作ってもない、フォローもしてない、アイテムもしたことない、はっきり言って邪魔ですよ。ジャブがどうとか、ストレートがどうとか、腰の回転がどうとか、うるせえよ。本当に口だけで。自分で試合出ればいいじゃん。じゃあ、そんなに強えなら。どう思う？みんな本当にうざい。俺は本当に前からね、イライラして、でドルさんとも相談してたんだけど、美味しいからほっとけばいいじゃんと思ってたけど、もうダメだ。もう頭痛いしさ、俺人にとやかく言われるの大嫌いなんだよ。銀猫さんいらっしゃい。怒ってますね。怒ってます。俺正直言うと、人にとやかく言われるのが一番嫌いなの。自分で行動しないよ、大人なんだから。そう思わない？人の人生にとやかく言ってんのはおかしいよ。ね、配信者なんだから美味しいと思わなきゃダメだよっていう意見も一理あるけど、俺はね、そういう人間大嫌いなんですよ。そういう人間に見てもらいたいと思ってないの。自分のさ、自分が強えなんてさ、誰でもできるわけじゃん。そうじゃなくてね、頑張ってるところ、人からすると邪魔なんですよ。純粋に応援もできない、フォローすらしてない。ね、口だけ出して、その場でさよならでしょ？はっきり言って邪魔ですよ、僕からしたら。みんなどう思う？俺はもうずーっと我慢してたの。この2週間ぐらい。そう、分かってて、ほんとイライラするんだ。顎がどうとかさ、腰がどうとかさ、ほんとにイライラすんの。で、そういうやつに限ってフォローすらもしてないのよ。はっきり言って失礼だよ。失礼ですよ。人として。超怒ってるから。もうイライラする。本当に。俺が一番なりたくない人間なんだよ、そういうやつは。俺がいつ、お前いつ俺のコーチになったのって。俺がいつお願いした指導を。他の枠でやれよ。本当に。なんで俺の枠だけそんなのが湧くんだよ。ほんと、テレチャンピンのところにもさ、便所さんのところにもさ、湧かないでしょ、そういうの。ほんと迷惑なんだよ、俺の枠だけ。そういうの湧いてきて。はっきり言って、うざい。いらない、そういう人。ほんとに嫌だ。もう練習も集中できなくなるしさ、どんどん体も動かす気なくなるんだわ。人のモチベーション下げんの、日本人の悪い癖だよ。本当に。
俺は嫌いなんだ、そういうの。人の足引っ張るとか、俺の方が強えとか、そういう高みの見物ばっかりしてる人間。そんなに強いなら大会出ろよ。世界チャンピオンにでもなれよ。俺は別に知らねえよ、そんなの。その通り、ありがとう、銀猫さん。花火ありがとう。そう。俺は自分のために戦ってるんだわ。で、俺はドレさんに頭下げて、ドレさんから教わってんだよ。ドレさん以外言う資格なんかないんだよ。俺のパンチについて。本当にイライラするんだ。頭も痛いしよ。そんなの応援でも何でもないからね、はっきり言って。ただの嵐だよ。本当に嵐だよ。すげえ腹立ってんだ。かっこ悪い。自分で勝手に強くなればいいじゃん。そんな強いパンチ打てるんだったら。誰でも言えるよ。腰が切れてないとか。なんだかんだって。誰だって言えるんだよ。俺は言ってることなんか信じねえから。はっきり言って。俺は言ってることじゃなくて、その人の生き様を見たいの。で、この人だって思った人から教わりたいの。俺はそうやって生きてきたの。応援してるつもりだったらフォローするじゃん。フォローしてない奴に限ってそうなのよ。もう嫌なの、本当に。他の枠でやってくれよっていう。マジで。応援してる人に失礼だよ、ここの。俺はここの応援してる人のために頑張ってるんだ。今まで支えてくれてた人のために勝ちたいんだ。自分のために勝ちたいんだ。口出す人間とか、ヘラヘラしてる人間とか、俺つえーとかやってる人間なんてどうでもいいんだよ。本当に。そんなに自分が強さを示したいんだったらコメントじゃなくてさ、自分で大会出ればいいじゃん。自分で強くなればいいじゃん。経験者だろうが何だろうが俺には関係ないよ。そう思わない？俺に関係ないんだよ。俺と人間関係も作れてないわけじゃん。プラーっと来てパンチが甘いとか言われたらムカつくでしょ？みんながさ、試合の大会出て、練習するときにさ、道端歩いてるやつよ、浮気しまってねえなとか言われたらムカつくない？本当にムカつくんだよ、俺は。そういう人間。関わりたくないんだわ。もうブロック入れます、これからは。ぐだ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 言ってるやつは。すげえ腹立つよ、本当に。どういう神経でそういうこと言えんのか、俺には理解できないよ、全く。そういうの恥ずかしくないのかな、大人として。本当に。かっこ悪いよ、はっきり言って。人に教えよ、人にね、ものを教えるには資格がいるんだよ。迷惑なんだよ。本当に。やめてほしいよ。やめてくれよ、本当に。俺はそんなの応援だとも思ってないから。腹立つわ、本当に。あ、頑張ってる人をバカにするのはもう論外よ。そんなのはもう論外論外。どうでもいい。それは論外。ボクシングの前座の試合じゃそういうやじ結構飛ぶんだよな。もうそういう人間と関わりたくない、俺は。そういう人間と関わりたくない。関係ない。俺は配信者なんだから。笑いたきゃ笑えばいいじゃん、勝手に。俺別に笑いたきゃ笑えって感じだから。俺のこと笑ってきた人間が俺が結果出したらすぐ手のひら返すのは俺はずっと見てきたから。何年も。何十年も。それが人間の、才能のない人間の本質なんだよ。結果しか見えない。俺はそんな人間とつるむ気ないから。才能に溢れた人間とつるんでいきたいの。心がある人間とつるんでいきたいの。礼儀がある人間とつるんでいきたいの。俺は嫌いだ、そういうの。
本当に嫌いだよ、心の底から。だったら金払えって話したの。ボクシングの前座だったら金払ってんだからいいと思うよ。金すら払ってないでしょ。泥棒だよ、はっきり言って。だろ？気にするよ、本当に。集中できないよ。邪魔。もうずっと言おうと思ってたんだけど、ずっとこらえてたの、本当に。本当に迷惑だから。本当に嫌いなんだ、そういう生き方する人間。ボクシングの試合だったら金払ってるよ。別に何言ったっていいよ。それで食わしてんだから。俺は別に金もらってないかんね、そいつらから。逆に応援してさ、相手もしてくれてる人にも失礼だよ、はっきり言って。そう思わない？泥棒だよ、泥棒。支援もしない、口は出す。勝っても負けても責任も取らないでしょ。俺は共有したいんだよ、感動を。頑張って、試合中で勝って、みんなで泣きたいんだよ、ここのリスナーとさ。別に応援する気がないんだったら別に見てもらわなくて構わないよ。全然困らないもん。応援してくれてたくさんの人がいるんだから。でしょ？全然困りませんよ、はっきり言って。いらない。口だけのやつは。口だけのやつは俺いらない。そいつら相手にしても何のメリットもない。何の人生にとって実りもないから。はっきり言う、実りなんて一つもない、そんなやつらとするんで。俺はだからもう知らん。ブロック入れます、これから。くだらないから。本当にモチベーション下がるんだ。ダメなところにね、ダメなところ指摘するのなんか誰だってできるんだよ。ガキでもできるわ。俺はそういうね、人の粗探しみたいな生き方してる人間が大嫌いなんだよ。かっこ悪いよ、はっきり言って。自分のやることやれよ。人の粗探してる暇があるんだったら。自分に何の価値もないから、そうやって人の人生にコミットするんだろ？ダサいよ、はっきり言って。違うか？俺が言ってること。俺は自分のためにやってんだよ。毎日毎日。負けたくねえから。頭も痛えし、体も調子悪いし。負けるかもしんねえよ。笑われるかもしんねえよ。でも勝ちてえからやってんだよ、自分のために。自分の人生生きろよ。人の人生にとやかく言うな。くだらねえ。あ、お疲れ様です、ラオウさん。お疲れ。格闘技やってないですよ、僕は。格闘家じゃないんで。あ、あと今月100万円狙います。今月ふわっちでの収入100万円狙います。もう目標を小さくするの嫌なんで、今月から狙います。よろしくお願いします。目標を低く設定するとやっぱり自分でストッパーかけちゃうのよく分かったんで、どん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 みんなが上に行ってるのを見てるんで、僕も100万狙います、今月。まあそんな感じだわ。ごめんね。俺の気持ちはそんな感じだわ。もうどうしても言いたかったんだわ。
どうした？題名が長くてわからんち。いやね、もう練習しててパンチがどうだとかジャブがどうだとか言うやついっぱいいるんだよ。くだらねえから全員ブロックするっつったの。そんな応援でも何でもねえからって。ただの嵐だからって。人に物を教えるって、いつから俺のコーチ頼んだよって俺が。そんなフラッと来た初見にさ、とやかく言われたくねえっつうの。風船ありがとう。だろ？人に物を教えるっていうのは尊敬されて、この人に教わりたいと思って初めて教えてくださいっていう関係が成り立つんだよ。俺誰にもコーチなんかあれだぜ、頼んだ覚えねえぜ。試合するよ銀猫さん。試合します。大会出ます。パフェありがとう。ちなみにあと和道リスナーの、支援してくれた方は申し訳ありませんでした。今月目標達成できませんでした。フォロワー数もね、250人だったし、30万届きませんでした。2月は申し訳ない。頑張ります。精進します。お茶入れてくるわ。
そうそう、多いでしょ。俺は嫌いなのね。口だけの世界チャンピオンならどんだけいるよ。口だけで世界チャンピオンなんか腐るほどいるわ、うん、誰だって言えんだよ。誰だって強いこと言えるの。でもね、俺には関係ないの。俺はこの人に教わりたいって思った人に頭下げてるから。それ以外の人だったらどんなに強かろうが関係ないから。いや、まあパンチの出し方とかはまあいろいろあるかもしれないけど関係ない。例えばその人が元プロだろうが元世界チャンピオンだろうがね、俺と人間関係がないわけよ。知らないよそんなの。コメントで強くなるわけないでしょ。そう、それは迷惑なんだよ俺にとって。本当に弱くなるの。俺は自分のモチベーションとか下げたくないの。自分の意識を下げることが大嫌いなの。俺は勝つためにトレーニングやってんだ。相手を倒すためにトレーニングやってんだよ。そう、そんなに強い強い、俺強え俺強えって俺の方が知ってるって言うんだったら試合出ればいいじゃんっていう。好きなところで俺と関係ない生き方してんだから。そう思わない？俺はドレさんから教わってんだよ。俺はかっこいいと思った人の言葉しか聞かないから。はっきり言うけど、悪いけど。コメントの中にはさ、いろんな人がいるんだよ。いろんな人がいるの。新しいフォロワーさん、青さん、尾崎さん、ドラちゃん、チェル、流星光さん、キクラゲ FX さん、玉の肝さん、玉のアスか、玉のアスさん、まちゃん、オロロさん、フォローありがとう。それは応援じゃないんだよ、俺にとっては。ヤジ飛ばしてんのと一緒だから。わあ、パンチ腰入ってねえぞーと言ってんのと一緒だよ。頭痛えなマジで。無になる時間なんて作れないよ今。いや別に書き込み応援は全然いいと思うんだよ。あーだこうだ言うやつが嫌いなの。シチューなんずっと湧いてるよ本当に。ジャブがどうとか腰がどうとか顎引けとかうるせえんだよ。だったら自分で試合出ろよ勝手に。本当に嫌いだわそういうやつ、うん、どうでもいいよ本当に。人の人生にとやかく言ってんじゃねえや。言うだけなんて世界チャンピオン誰でもなれるわでしょ、うん、俺は自分が強くなるためにやってるわけじゃん。もう練習の邪魔だよ本当に。別に書き込みは禁止する必要ないと思ってんの俺は。本当に全く必要ないと思ってる。だってそういう口出すリスナーに限ってフォローもしたこともなければアイテムもしない。ただ口出して帰ってくるんだもん。バカみてえじゃん。なんだそれだよ本当に。ドレさんにも相談してたんだけど美味しいからさっつって、いいんだよって、そいつら取り込んでなんぼだよって言われてたけど、俺は自分のスタイル向き合ったけど、もうここ1週間俺は正直そういうリスナーいらない。ゴミ俺にとっては。
応援する気がないやつは俺の放送見る資格ないと思ってるから、失礼だよ今まで応援してくれてる人に。俺は自分の打つパンチとか自分の練習内容とかさ、自分で責任取らないといけないんだもん。桜子いらっしゃい、お疲れ。試合について、ですね、ムエタイルールで要は肘あり膝あり蹴りありパンチありで、組み技あり、ただあのグラウンド要は投げ技とかは禁止、頭突き禁止、噛みつき禁止、金的禁止か。だからムエタイルールってやつですね、俗に言う。で、マスコミにも発表して記者会見をやって、で6月の10日キャパ300人の新木場ファーストというところで戦います。第4試合ですね。もしよかったらチケット5000円で販売してるんで見に来てください。パフェありがとう、みんねこさん。僕の対戦相手は24歳です。リーチ何センチだろうね、わかんない。でもね、青山とリーチ差ないよ。青山も超腕投げんだ。俺と青山腕すげえ長い。痛くしそう。プロの試合観戦、それは別にいいんじゃん、言っても金払ってんだから。俺金払ってるんだったら言う資格あると思うよ。練習中のコメントとかさ、フォローもしない、アイテムもしないで言いたいことだけ言って帰る泥棒だよ、はっきり言って。俺そんなやついらないっつってんの。美味しいからほっとけほっとけ、閲覧増えるからとか言われたけど邪魔なんだよ、はっきり言って。真剣に練習してる時に邪魔。俺はだからそいつらブロックしていく。お互い不利益。そう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 、不利益。ヤジ入れるリスナーも思い通りにならない窓にやきもきするだろうし、モチベ、そう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 、本当にそうなんだよ。だ、配信者としてどうっていう風に言われたけど、俺は自分の配信スタイル見直して別に困ってないし、閲覧もありますよ。あのファンもいますよ。応援してくれてるサポーターもいっぱいいますよ。俺はその人たち大事にしていくっていうスタイルでやってるから、別にゴミみたいなリスナーいらねえから、はっきり言って。レフェリーはすごいっすよ。超有名なプロが来ます。はい。マジかっていう。便所さんが本気で、本当に、見たことあるっていう感じでしょ？名前がある、プロレフェリーが、立ちます。はい。俺らより有名な人ですね。命には関わる。うん、一応ね、ヘッドガードはないんだけど、16オンスで、足と膝はガードが入ります。うん。それでもね、死ぬかもしれないからね、本当に。打ちどころ悪かったら。命がけですよ。そう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 。ラジコンが欲しいんだったら、そう。悪いけど俺プライドあるから。うん。悪いけどプライドあるんだわ。うん。俺はボクサーじゃないし、総合格闘家でもないよ。配信者として立つんだよ。あ、8オンスでやりたいっていう気持ちわかる。多分ね、8オンスの方が当てやすいんだよ。16オンスの方が難しいよ。それは今練習してて俺も感じてること。8オンスでやりたいと思ってる。だけど怪我とかそういう部分考えたらやっぱ16っていう判断は妥当だと思うよ。8オンスでやりたいのは本当にわかるんだよ。3分の1ぐらいのスピードしか出ないの。シャドウやってても。シャドウでそれだからね。なんかね、ヒットさせんのが難しいんだよ。16は超なんかね、アンパンマンみたいだよ、本当に。こんなでかいんだよ。で、重たいのよ。体力どんどん奪うんだわ。これね、格闘技経験者がみんな言ってるのが、これが課題だって言ってる。試合とか練習でも、ボクサーの練習って12オンスなんだって。元ボクサーに聞いたの。16って練習でも使わないよって。だからなんつうの、重りつけて修行するみたいな感じなんだよ。本当に。こんなでかいんだよ。見てよ。見てよ。
すごいでしょ。で、みんなね、俺も買って分かったんだけど、これって、なんか、腕をガードするもんだと思ってるでしょ。違くてこれ、破壊力も出るんだよ。重いから。3分1ラウンド、3ラウンド制ですね、パーコさん。だから、その、なんつうんだろう。狂気なんだよね、これ、本当に。俺も8オンスでやりたい。その代わりあれだよ。当たった時の衝撃はでかいよ。なんかね、イメージすると、太い、なんか芯のあるゴム。こう、ぐにゃんぐにゃんするゴムじゃなくて、こう、ブーンって感じのゴムで、で、ちょっと吸収性の高いゴムっていうのかな、衝撃を。それでバンって殴られる感じ。ドンドンって突かれる感じ、これで。イメージすると、バスケットボールを至近距離で本気で投げられる感じ。衝撃的に言うと。ボンって。これくらいのバスケットボールがボンって当たる感じ。そうそう、なんつうんだろう。バスケットボールってバインっていうか、ボンって当たるじゃん。鼻血出るじゃん。ああいう感じ。頭痛えな。頭痛い。痛え。これ何なんだろう。今日からなんだよね。昨日か。やりづらいっすよ。ねえ、ガードはしやすいけどね。それはね、ちょっとね、相手のこともあるから、あんまり言いたくないんですよ。6月もあるんで。まあ、今配信してるからいいか。言おうか。相手も配信してるから。あのね、本当のこと言うと、蹴りの方が得意なの。だけど、パンチが、空手のパンチなのね、俺。だから圧倒的に不利だと思ってるから教わってるの。だからパンチばっかりやってんの。テルチャンピンサッカー選手だから蹴り得意なんですよ。だけど、試合当日はね、蹴りメインになると思ってる。金杯は危険？病気のこと？わかんないな、ちょっと。いや、わかんない。頭痛いんだよ。金杯出るよ。観光編でリバーブローとか見たいよね。リバーブ、どんな顔すんだろうみたいな。なんか、ドレさんに教わったらリバーブ、リバーってこんなでかさなんだって。銀猫さんありがとう。うん、頑張るよ。見に来てね。ありがとね。こんなでかさなんだよ。だからここ、全体なんだよね。リバーってもっと小さいもんだと思ってたの。すごいでかいらしいよ。リバー。聞くだろうね。観光編にリバーブローは。試合はね、6月の10日です。6月の10日ですね。これね、絶対ストレスなんだよ。この頭の痛み。イラ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 すんだよね。血管切れたのかな？なんでこんなところ痛いんだろう。頭痛なんてほとんど出ないんだよ、俺。右のね、ここがズキンってすんの、ここ。右のここ。あ、そんなでかいんだ。知らなかったわ。でも、リバーブローって後から効くようなやつだから、それでね、3ラウンドでノックダウンは狙うのは難しいって言われた、ドロさんに。偏頭痛っていうのかな？片方だけ痛いの。これを偏頭痛っていうの？偏頭痛で調べてみるわ。頭痛になったことないから、よくわかんないんだよね。すげえ痛いんだよ。あー、肩が悪い。両方こう目のあたりにかけて脈を打つ。ズキンズキンと痛む。偏頭痛の主な特徴。偏頭痛だ。
リバーブローとかガゼルパンチで体が浮いたらデンプシー必勝パターンじゃないですか。うん、何なんだろうこれ。今日ずっと痛いんだよ。ロキソニン1回なると頻繁になるのマジで。ああ痛えな。なんだこれ。おでこは痛くないよ。空手は少し小学生の時習い事程度でやってたぐらいです。あとはあのグラップラーバキを読んでたんでオロチドッポ先生から三鎮はかなり使える技だからね。練習で打たれた、いやまあ太郎さんの枠フォローしておいてください。ただね、あのキックボクシングと空手は全然違う。あのね、空手って顎から下しか狙っちゃいけないのパンチだから、結局ね耐える前提で打つんだよ。本気で打つだからね、ボッボッって打つの。こういう動きでしょ空手って。ガッてダッダッて、要はねチョッピングライト気味っていうのかな、踏ん張るんだよね。その前に入るとかの距離感、距離を置くとかじゃないの、もう全身全身なの、ひたすらこうやって。空手の試合見たことある？もうさ、はだけながらさ、この距離でさ、ガンガン打ち合って、遠くに行ったら、まあ、あとローだよね。あと、ミドルキックとかでしょ。あ、釣り革ないとき三振本当に安定しますよ。みんながグラーってなるときでも、ビタッと止まれるよ。三、あ、で、花火台、おー、どうもどうも、リュウさん、どうもでーす。1ヶ月ちょっと海外出張、挨拶だけすみません、戻ったらまた来ます。あ、どうもどうも、ぜひぜひ、また来てください。この辺、ここです。痛いの。右の、ここ。ズッキンズキン。頭痛になったことないから、えっ、いって痛い。ランニングした時治ったんだけどね、もうなんかコメントで、なんかジャブがどうとか言われてすげえ腹立って、イライラしたらもうどん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 痛くなってきてさ、ストレス性だと思うわ。いや、今日死ぬんじゃないかと思ったもん、本当に。風船ありがとう。今日は100万目指すよ。今日じゃないや。今月100万目指すから。応援よろしくお願いします。攻めるよ。今月は。カルシウムがいいの。頭痛い。俺3月のマンスリー何位だったんだろう。30位。33位か。33位か。なるほどね。まだまだ上がいますな。知ってる限りだとカイロプラティックではちょっとした。ああ、骨盤の、あのね、一回ね、腰硬いから骨盤矯正とかやってみたいんだよね。YouTube の方見て練習見させてもらいます。辛いだろうけど頑張ってください。おやすみ。そして行ってきます。行ってらっしゃい。良い旅を。雑談しないとアイテム投下してくれは難しくね。難しい。だから俺正直言うと、練習始める前までは超順調で、毎日1万超えてたんだよ。あの、アイテムの収入が。それが練習始めてから1日5000円とか3000円とかになっちゃってて、本当に悩んでるんだよ。そう。配信業なのにさ、
練習は閲覧増えるんだけど、要はなんつうの、質の悪いリスナーばっかりなの本当に。でうちのリスナーはさ、ほら和道の雑談見たくて集まって応援してくれてる人が多いからさ、うん、練習見てるとそうなんだよね。だからね、そこは下手なところだなと思ってて、実はね、みんなが練習しないのそこなんだっていうのによく気がついた。実はね、彼らなんで練習しないのかっていうと、プロ配信者だからなんだよ。要は閲覧減るの分かってるから。だけど俺は練習も真面目に取り組みたいと思ってるのね。だからね、やってるんだけど、やっぱり練習の風景日頃見てたら試合で感動が起こるじゃん。勝っても負けても思い出ができるじゃん。あんだけ練習してたんだぞ、和道はっていうさ、共有ができると思ってて。そう。で、俺の場合さ、ほら、今回出る出場者の中で一番弱いわけですよ。だからまあ、誰よりも練習する、練習の量は一番多くしないとなとは思ってる。それは、5000円払って見に来る人のための礼儀だと思ってるね。うん。そう、みんなは素人のぶん殴り合いが見たいわけだけどさ、やっぱ技の一個とか盛り上げどころとか作っておく、体を作っておかないとさ、面白くないじゃん、見てて。で、結構その、カード的に期待してくれてるんだよ。和道とテルチャンピンのカード。ぶっちゃけた話、一番知名度ないっていうかさ、一番かませ犬的な試合だと思ったの。カードを見る限りでは。でしょ？最初の頃だとさ、いや、和道とテルチャンピンとか誰が見てんだよって思ったはずなんだけど、多分テルも俺も練習してるから、あ、結構楽しみだわって思ってくれてる人増えてると思うんだよね。うん。それでいいかなと。タバコ買うの忘れたわ。帰りに買ってくればよかったな。うん。一番ガチの試合、いや、そんなことなくてね、多分ね、一番試合内容的にすごくなるのは、俺の予想ね、セブンさんとヒカルくんが内容的にすごくなると思う。っていうのも、ヒカルくんの練習見たけど、あれガチ勢だわ。で、セブンさんの蹴りも見てみたんだけど、空手の蹴りちゃんと打ってたから、あの二人が一番ね、面白くなると思うよ。3分1ラウンドならタバコやめたら、タバコはね、吸うってね、宣言してます、僕は。タバコやめる気はないです。タバコは絶対やめないです。これは僕の生き方なんで。うん。そう。試合よりも優先するものがある。うん、それはタバコです。これは申し訳ないけどね。でもバカなリスナーに言われるよ。タバコ吸ってるとかボクサーじゃねえとか言われるんだけど、俺ボクサーじゃないから。俺配信者だから。うん、バカなのかなと思うよ。タバコ吸ってても3分間動けりゃいいんだから。でしょ？好きなものをやめるストレスの方が、俺はね、世の中で一番嫌いなの、これ覚えといて。本当に、これ本心なんだけど、世の中で一番嫌いなのはストレスなんだよ、俺。ストレスをなくすために頑張ってるの。ストレスを感じたくないから、俺、配信者っていうさ、職業を選んだわけよ。だから、それは俺の生き方だから、ストレスのかかることは一切やらないです。少しでも、微塵なストレスでもさ、すごいストレスに感じるの。ストレスはいらない、俺の人生に。うつ持ってる人にはタバコが必要って精神科で言ってた。あ、でも、タバコ吸いなよっていう人多いらしいよね。精神科の先生で。うん。聞いたことあるよ。アッパー系ドラッグなんだよ。そもそもが、タバコ自体が。アドレナリンが出るんだよね。集中力が増したりとか。だからみんなデメリットばっかり言ってるけど、タバコ愛好者からしたらね、タバコにも一理あるんですよ。百害あって一理あるんですよ。なんだろうな、これ。頭蓋骨の歪みなのかな。すげえ痛えよ。
アルコール依存症でもタバコで気を紛らわせなさいって指導される。へえ。まあね、俺は酒飲まないからね、うん、酒はもうあの論理的に考えてやめたのね。本当に一つもいいことがなかったの。酒をやめて困ったことも一回もないのね。だから酒はドラッグだと思ってるし、酒は俺には必要ない。ただね、あのお菓子とかに香り付け、お菓子とかに香り付けとかで必要なだなぁとは思ってるね。要は調味料としての酒は好きなんだよ。ラムとか日本酒とかみりんとか。だけどそれ以外は俺は取らないって決めてるね。あれははっきり言って毒ですね、アルコールは。治療院教えられる？ああ、頭痛のいいよ。おお、イレブン久しぶり。バーガー3つありがとう。酒はハードドラッグ、覚醒剤よりも立ち悪いし依存性も高い。っていうか、なんで酒飲むのか分かんないんだよね。なんか酒好きな人羨ましいんだよ。おい、嫌味とかで言ってるわけじゃなくて、本当に酒飲むメリットが一つもないと思ってるの。本当にないんだよ、冷静に考えると。だってポカリスエットとかファンタとか何でもいいけど、コカ・コーラとかの方が美味しいじゃん、安いじゃん。で倍はするんだよ、安い酒でも。で高いところだと10倍ぐらいするんだよ。意味が分かんないでしょ。で飲むと頭痛くなるでしょ。飲むと酔っ払って理性をなくなるでしょ。で喧嘩とかになるじゃん。論理的な話もできなくなるじゃん。時間の無駄でしょ。でアルコール依存症になるとまた飲みたいってなるわけじゃん。何これと思って、うん、マジで、うん、なんとも言えないっつうか、ズキンズキンってこう重たいのが来る。もう集中力がイライラするし、これで。だから酒を飲んで何がメリットがあるんだろうと思って。 100% グレープジュースとかの方が美味しいのにね。ゲコだから酒の良さわからん。俺ゲコではなくて、酒アルコールは強いんですよ。うん、酒は飲めるの別に。だけどそのメリットがないっていうか、本当にわからないんだよね。時間と金もなくなるしね。うん、タバコは俺はうまいし、喜びを感じるし、リラックスできるし、集中できるし、うん、たとえせいってここ右の後頭部。ワイリーは脱、うん、まあ酒はもう飲むことないかな。ブランデーとかは好きだったんだけどね。ラーメン超美味しく感じる。俺シラフでもラーメン超美味しいと思うからね。まあ分からなくはないんだけど、あのね、味覚がバカになってるからうまいって感じるのは俺違うと思ってて、俺ね、運動した時に体を動かした後のそのスターバックスのうまさとかわかるんですよ。ラーメンも多分うまいんだよ。あれは多分頭がバカになってるだけだから、うん、雰囲気補正というか。俺ちなみに飲み会の場みたいなの好きだよ、うん、ワイ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 楽しそうで。だけどあれはバカになってる人を見るのが好きに近いかもしれない。みんなわけのわかんないこと言ってバカになるわけじゃん。だからバカを観察するのが好きだから俺は、うん、だからね、でしょ、うん、だからみんなでジュースパーティー流行らせればいいのに。俺別にスターバックスでも同じことできるからね、うん、酔っ払い嫌いだな、うん、
ご飯抜こうかな。何も食ってねえや。あ、食ったか。カレー食ったわ。寝不足、いやそれがね、今日ねまた遅刻しちゃったんだよ。十何時間寝ちゃって、それも多分関係してるんだよね。また寝ちゃったんだよね。で起きたらずっと頭痛が止まんない感じなの。頭痛くて痛くて。だね、多分連動してると思うよ。関係あると思ってる。先月のリスワンどうなったんだろう。頭痛怖い。緑内障とかの可能性。へえ。あ、そうなんだ。へえ。普段言いたいことを抑えてる人が酒でストッパー外すとめんどくさい。だからなんだっけな、警察官、教師、あとなんだっけ、三大めんどくさい。警察官、教師、あとなんだっけ、自衛隊員だったっけな。とにかくね、公務員が厄介らしいよ。もう酒飲んで宴会とかで本当に嫌だっていう店側が。確かね、警察官とね、教師は当たってると思う。すごいんだって、もう飲み方が汚くて。で、飲み慣れてないから。亀尾さんはどつ？もう大変らしいよ。トンカチで頭殴られる感覚が襲ってきたら救急車。そこまでじゃないね。ズキンって。ズキンって感じ。警察は二次会禁止？まあでも分かる気がするな。うん、分かる気がする。公務員のおじさん飲んだことあるけどもう愚痴ばかり。まあそうなるだろうね。ストレスたまるんだろうね、公務員は。ていうか小銭貯金がさ、結構すごいことになってきたんだけど。小銭貯金が今貯金箱に収まってないのでこんだけあんのよ。貯金箱に収まってないので。で、3つ目入りまして、3つ目。500円玉1枚も入ってないんだけど、500円玉1枚も入ってないんだけど、結構パンパンだね。面白いね、これ。初見さんいらっしゃい。なんかリスナーさんに、100円玉とか10円玉とか小銭バンバン入れてって貯金すればって言われて。結構重たいんだよ、これ。結構いい感じの量になってきましたね。貯金とか小学生ぶりだよね、本当に。貯金とか嫌いだから。よいしょ。1万円分あるかな、どうだろうね。何なんだろうね、この頭痛の原因っていうか、理由が全然わからないよ。なぜこういう、だって脳に痛覚はないわけじゃん。脳が痛いってことは絶対ないからね。え、試合来んの？
あれ、もしよかった、あ、まあ、そうだよね。和道リスナー席みたいなの、なんか言ってもらえれば、固めてって思ったけど、亀尾さん、あれだもんね、レクチとかノンタンと絡みないから嫌だよね。自由席の方がいいよね。体の冷えとかはないね。全然。体が冷えたりとか特にないよ。そうだね。マルチ、ネイチャーメイドって書いてある。これ、ノンタンが持ってきたやつだね。ビタミン不足になってるからって言って、彼女が持ってきてくれたやつ。なんだろうね、体の冷え。あ、あれだな。なんか、便所太郎さんから告知来てたな。先行販売決まったらしいよ、もう。チケットの発売日決定して、RS 席、1列目が1万円、2列目9000円、3列目が7000円。要はそっからの一般席が5000円だって。うん、で、3月5日に販売だって。ぶっちゃけ和道とだけ絡みたい。ああ、いいよいいよ。じゃあ、普通に声かけてよ、試合会場とかで。俺の LINE 知ってたら、別に、今、外で来て、とか。もしくは飲み会あるから参加すれば、レクチとノンタンとタクミさん、マネージャーさんと彼女と、あとほら、ギター一緒に弾く男の子いるじゃん。うん。まあ、みんないい人だよ。自律神経が狂うだけで頭痛出るけど、長引く場合病院行くべし。うん。試合は、そうですね、ムエタイって言って肘と膝がありのキックボクシングですね。うん。トレーニング毎日練習してるんで、もしよかったらフォローしていただければ。夜練習、夕方か夜練習してんの見れますよ。あとね、YouTube に練習の動画があるんで、YouTube ももしアカウント持ってたらチャンネル登録してもらえるとめちゃめちゃ嬉しいですね。YouTube もかなり力入れてるんで。もしよかったらチャンネル登録して。いろんな動画あるから。手強い対手。ムエタ、いやいやいや、全然長くないですよ。スポーツもやったことないぐらいの運動音痴です。スポーツもやったことない。じゃあ結構ワドリスな5、6人来る感じか。楽しみだな。どれくらい声かけられるんだろう。やっぱね、リスナーさんと直に触れた方が面白いからね。あっ、え、ふわっちバンになったの？嘘？さっきやってたよ。え、なんか、吉野家となんか揉めたっていう配信見たけど、練習後に。バンになったの？え、バン？なんか、吉野家の店員と揉めたんだよね。さっき閲覧稼いでたじゃん。あ懐かしいね。公開レースね。全然当たってねえじゃんな。のんちゃん可愛いじゃんな。なんか、ジャイコみたいな女と付き合うとか言われてたけど。全然普通に可愛い彼女ですよ。僕の嫁さん。美人だよ。あ、なんだこれ。あ、あとね、なんかね、あと今日今朝ね、なんか蓄膿症みたいなね、なんか、口の中がいって、臭かったんだよね。それも気になる。奥歯噛み締めてる？うん、噛み締めてない。でもね、マウスピースでグッてやってるね。サボちゃんいらっしゃい。パフェありがとう。いてー。なんだろうこれ。超いてー。右のここだけ痛いの。他は痛くない。痛えなぁ。あっ、こんなの、大会どころじゃねえぞ、これ。ストレスかな？俺はストレスだと思ってんだけど。
いや、俺今日死ぬのかなって思ったもん。朝から。頭痛持ってないから。え、なんかね、その、なんか脳一血っていうのかな。わかんないけど。なんか脳がバーンってなって死ぬのかな今日って思った。怖いよね。頭とか怖いよね、本当に。痛いし。なんだこの痛み。マジだろ。マジで怖えよ。典型的な片頭痛。一時的ならいい。いやー、病院はいいや。病院嫌いなんだよ。なんか、本当に病院行くたびに、病が悪化しそうな気がするんだよね。俺は病院行かない。よっぽどのことじゃないと。頭痛があるときはタバコ控えてお水飲みましょう。タバコ切れちゃったんだよね。買いに行きたいんだよね。何かも治療しない方がいい？がん？がんは治療しないとダメなんじゃないの？わかんないけど。ワドは技術っていうよりも気持ちで戦おうとしてるところがいい。いやいやいや、技術がないだけですよ。それは誤解だって。俺気持ちで戦おうじゃなくて、力もつけたいし、技術もつけたいよ。それは誤解で、技術がないから気持ちだけは切らさないようにしてるだけよ。外配信する？行く？行っていいんだったら行くけど。タバコを付き合ってくれる？行く？みんなと一緒に。ちょっとダンベル、花火3発分ダンベルさせてください。花火いただいたダンベルやります。花火は、リュウさん、銀猫さん2つ、リュウさん1発、銀猫さん2つです。今月100万円狙ってるんでよろしくお願いします。もう俺は足踏みしねえから。よいしょ。もう振り切ってやろうと思ってるから、配信したとして。今年は勝負だよ。あとね、ニコ生復活もちょっと考えてます。いきまーす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18回、ありがとう。よいしょ。ゆっくり上げ下げした方がより負荷かかる。結構ゆっくりめでやってるよ。プロテイン飲んでないね。食事制限とかはしないんでガバガバ食ってる。2キロ増量しました、ビスケットオリバーービスケットオリバーあんま好きなキャラじゃないな。筋肉隆々系あんま好きじゃないんですよ。なんだろう、バキの中で好きなキャラクターはね、尖ったキャラクターの人が好きで、花山香る、ドッポ、レツカイオーかな。この3人かな。で、レツカイオーが1番、ドッポが2番、花山が3番かな。なんか面白い人が好きだから。レツカイオー死んだのはね、未だに悔しいよ。レツカイオーに俺何度笑わされたか、何度笑顔をもらったか。戦い方も好きだったっしょ。
烈火イオ強かったよね。烈火イオのダメなところは精神性の高さですよ。だから日本刀と戦っちゃおうとするんだもん。あれは良くないよ。かませ犬になっちゃったかんで。列は積んでる。かわいいよね。ドッポもいいね。ドッポも好き。ドッポが、俺はね、ドッポの悪い顔が好きで、あれが一番好きだった。ドイルっていうね、死刑囚がいた時に、ドイルは武器を使うんですよ。ここにナイフとかを仕込んだり、ボタンカチッって、その内蔵された指の中にボタンがあって、カチッと押すと爆発すんの、体が。っていう武器を使う若手の選手がいて、そいつは勝てば何でもいいっていう思想なの。で、ドッポは空手家じゃん。で、ドッポが煽るの、こうやって。おーっつって。俺と喧嘩しようぜっつって煽って、公園呼び出した時に、おめえなんかに空手いらねえよって。おい、あやかいらっしゃい。で、おめえなんかに空手使うと思うかとか言って、爆薬でも何でも使えよって、空手抜きでなんならやってやろうかって、煽るの。そしたら、てめえみたいな老人に私が武器を使うと思うのかっつって。いや、お前は使うねって言って。お前さんは卑怯者だからよって、俺みたいな老人相手に武器がねえと怖えんだろっつって、やってやるよって来た瞬間にパシッって回し受けして、ダダダダダダって空手技でやってボッコボコにすんの。ダダ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 って政権入れて、空手家が空手使って何が悪いんだよっていうの。あれが最高だったもん。ダッパーって、もう名言でしょ。あんだけ煽ってね、やって、空手家が空手使って何が悪いんだっつって。あのね、卑怯なドッポがいいんですよ。あやかさんから花火いただきました。ありがとうございます。僕はそんな卑怯なドッポが大好きですね。二重人格の兵士、評判ほど強くなかった。いやー、あれはひどいよね。フォレスト、フォーチューン、なごみさんいらっしゃい。なごみさんどうも。いいシーンだよね、あれ。あれは名シーンですよ。空手家が空手使って何が悪いって。おお、すげえ、花火5個マジか。なごみさん、花火5個ありがとう。すげえな。うわ。グレート。花火5個ありがとうございます。グレートじゃないか。グレートか。すげえ。あやかもありがとうね。合計6個だから、6636回やります。ちょ、待って。あー、危ねえ。あー、36回いきます。いやー、ドッポは良かったね。死刑周辺のドッポ良かったね。いきます、36回ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。夏江生きててよかった。夏江死んだシーンなんかなくない？夏江はずっと生きてるけど、すぐ夏江のお尻撫でてあげようとするからね、ドッポは。愛妻家だから。この試合が終わったら夏江の尻でも撫でてやるか、つって。はい、行きまーす。16回行きまーす。1、2、3、あ、4、3月から増量すんだ。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。忘れてた。増量します。ごめん、忘れてた。増量します。これ増量すんのかよ。今でも相当重いのに。
プロテイン飲んだ方がいいよね。筋トレしてるわけじゃなくて、花火が上がったら、ダンベルをやるっていう、これはあくまで筋トレではないです。罰ゲームです。これは罰ゲームですから。よいしょ。ドリアンに襲撃された時はハラハラした。あれか、ピアノ線で腕持ってかれた時か。でもドリアン編好きだったけど、スエドーも良かったし。いやー、3月から増量か。マジか。上がるかな。ついに来たか、この日が。重っ。でもね、おかげさまでこの腕だからね。見て。コンビニでミルクプロテインっていうのは100円。へえ。これ10キロになるね。8.5キロから10キロに変わります。そうだ、忘れてた。花火上がったら6回の回数は変えない。片手10キロ。そうだよ、罰ゲームだよ。スクワットだったんだけど、ダンベルに切り替えた。うわ、すげえな。あと、わし風船しか持ってねえ。買っちゃえ、買っちゃえ、花火。マジか。マジか。やばいぞ、これ。これはやばい、マジで。これやばいよ。これマジでやばい。だって今月2000回くらいやってるっしょ？やば。ラリアット。夏江の時ね。あれは夏江無事でよかったね。あのシーンか。夏江って入ってくシーンね。歌歌うやつだ。まあ、あの後列海王にボッコボコにされるけどね。要は、格闘家じゃなくなったからっていうのがいいよね。ラリアットで、要は爆薬使ったから海王座ねえっつって殴るわけだから。あれは深いですよ。あれ、回らねえな。やばいぞ、これ。これはマジでやばい。っていうか、6回もできないかもしんない。っていうか、そういえばさ、マジか。オッケー、ちょっと待って。これ、でも、それ、2月の頭も同じこと言ってたよね。こんなの無理だよっつってたよね。こんなの無理だよっつって、何千回もやったら死んじゃうよっつったけど、結局何百、1日200回ぐらいやってたもんね、毎日。てえな。 ありがとう、あやか。同じこと言ってたけど、今だよ、ひょいひょい行くもんね。これでもね、マジで前回とは比になんないぐらい。1.5プラスしただけでこんな変わるんだ。やばいぞ、これ。よし。風船ありがとう、のまいさん。風船ありがとう。行くか、じゃあ。本当に行こうか。やろうか。行きます。新ダンベル行きます。あやかさんから花火いただきました。ありがとうございます。行きます。あれ？行くよ。行きます。4回、あ、いて。5回ピキった。ありがとうございます。スピードが全然違うね。顔真っ赤。これはやばい。
今月死ぬな。あ、でもいいトレーニングになるわ。これはやばい。ひょいひょい上がんない。今月死ぬぜ。本当に。本当重て。手首っていうかね、ここがピキって言った。ここがピキって言った。いや、10回とかね、いや別にね、俺言ってるんだけど、鍛えたくてやってるんじゃなくて、あくまでこれは罰ゲームだからって。罰ゲームをすればするほど和道がマッチョになるっていう面白い企画だから。でも肩幅だいぶでかくなったよね、ここ。自分の体じゃないみたいだもん、本当に。ほら、腕なんかさ、頭痛痛いっす。まだ痛い。厳しいね。先月頭も同じコメントしてた。これきついわ。でもこれを何千回ってやったら本当にバキバキになるぜ、腕。相当いい腕になるよ。トレーニングは持ってこいだよ、本当。テルチャンピンぶっ飛ばすには持ってこいだよ。っていうか、テルチャンピンバンになったって本当なのかな？筋トレの内容どんな感じですか？スクワットとダンベル？ダンベル、筋トレをしてるわけじゃないんだけどね。筋トレをしてるつもりはないですね。あ、罰ゲームですよ、これは。あくまで罰ゲームです。ダンベル、花火一発につき、ダンベル6回やるっていう感じ。まあ、痛めないでしょ。さすがにほら、元がもうね、できてるから。1.5 プラスしただけ、1.5 じゃない、2.5 キロプラス。あ、2.5 か。2.5 キロプラスか。2.5 か。2.5 だ。1.25 だよな。2.5 プラスだから、10キロだよな。はい、ワード2、サブちゃん。重っ。こっち側に持ってくるまで重って。2.5 プラスだね。メーカーどこだろう。ドン・キホーテで買ったんだけど。ちょっと見てみるわ。ドン・キホーテダンベル鉄アレイ。あ、これだこれだ。違うか。10キロだね、やっぱり多分。10キロだね。バーが、バーが 1.5 キロぐらいあるから実際は11点。あ、違う。バーの重さを計算してそれくらい。バーが 1.5 ぐらいあんのか。バーを抜いてだね。これで5キロなんだよ。これで5キロ。で、これが 2.5 だから、これで5だ。あ、違うわ。計算間違えてた。1.25 だから 2.5。2.5 だから、これで5。10キロ。あ、11.5 だ。そうだ。10キロより重いわ。この重りだけで10キロあるわ。ツイッターで確認したらツイキャスがバン。はい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 。ツイキャスね。てかあいつは A 版じゃん、ツイキャス。何を今更だよ。有名な話じゃん。だからふわっち来たんの。もうどのアプリを起動してもメーカー変えてもダメなんだよ。すぐバンになる。もうアプリを開いた瞬間にダメですってなるらしいよ。パワーでは勝ってるのかな？どうなんだろう。でも、なんか強さって俺パワーじゃないと思ってるから。俊敏性とかスピードの方が大事だと思ってる。違反が多すぎます。青山、テルチャンピンって今話題に出てる人ですね。初コメありがとう。腕痛めないように気をつけて。みゆちゃんありがとう。キャス赤？ふわっちなのにキャス赤なの。なんでキャス赤って。
キャスアカ兼フワッチアカ。キャスできないじゃん、このアカウントで。このアカウントでキャスできないじゃん。フワッチバンされた配信者。バンは何回かあるけど、A 版はまだ一人もいないはずだね。バンは結構よく聞くよ。サメ島さんも1ヶ月バンが最高記録じゃん。サメ島さん金映え？あ、そうか、ツバニャンとサメ島さんだったかな。確か今んところ最高に重たいのが1ヶ月バンだったと思う。コメントよ、配信はしないの。あっ、まだ治んねえわ。おお、ゆらちゃんはどつ、今月もよろしく。あ、全然コメントは全然甘いよ。だからキャスに近いんじゃないかな。キャスよりも年齢層高くて、俺が一番近いと思ってんのは、あの、どこだっけ、 FC2 にすごい似てるリスナーさんの層は。それが俺の感想かな。あ、 FC2 に似てる、ここっていう。今月もよろしく。この前のトレーナーさん、いや配信者で、どれの深夜食堂さんって言って、今66人ぐらい集めてるよ。ふわっちで配信中だよ今。どれの深夜食堂さん、うん、配信者だよあの人は。見に行ってきなよ。 A 型事業所に勤められてんだ。よかったよかった、楽しい、うん、いいところ、いいところに当たると楽しいよね、うん、うちはね、精神障害の人が働くところだから、パソコンとか、あの、イラストレーターさんとかが多いところ、俺のところは。うん、ちょっと見ていけなよ。和道からって言って。あ、まあ、ふわっちは俺は2年以内にキャス超えると思ってるね。うん。なんか潰れるとか言ってるのはありえないと思ってて。めちゃめちゃ売り上げ上がってるからね。いや、あれはどうなんだろう。俺は半年後ぐらいに逮捕があると思ってるから。もともと。あの、なんつうの、現行犯じゃないと証拠集めんのにね、警察で時間めちゃめちゃかけんのね。で、あれは逮捕絶対あると思ってる。あそこまで全焼を怒らせたわけだし、ニュースにもなってて、あれで逮捕しなかったら警察のメンツも潰れるから、絶対逮捕あるよ。あれはアウトだね。あ、そうなんだ。あ、全部の障害カバーしてるんだ。じゃあいろんなことやるかもしれないね。でも本当、働かないより働いた方がいいよ。あのね、 NPO 法人とかいろんなところがやってたりとかする場所があるんだけど、うちの場合株式会社だから、あの、民間の仕事とかもバンバン取ってくんの。いろんな仕事が来るよ本当。あ、知的障害なんだ、ゆらちゃん。全然そんな感じしなかったけどね、コメントで。あ、そうなんだ。へえ。知らなかったわ。警察は事件一つで辞書3本ぐらい作るぐらい書類。そうだよ。もう調書ってこんなんだよ。要は取り調べ、警察が作る調書でこれくらいでしょ。で、検察も作るし、弁護士も作るから、もうほんとこれくらいなんだよ。で、裁判官はそれ全部読むわけじゃん。大変だよ、本当に。だから警察って事件起こしたくないな、あんまり。あの、ションベン刑みたいなの確定してんの。そうだよ。すごいよ。
何時何分何をした、どうした、どういうふうに思ったとか全部書くわけだから。街中で知的障害者にセクハラされたらどうしたらいいの、怒っちゃダメなのかな。じゃあ次枠、精神障害と知的障害について語ろうか。障害者について語る？あ、でももう3時だぜ。もう3時だよ。どうしようかな。ちょっと語る？障害について。いいよ、語っても。聞きたい？障害とは何なのか。多分ね、身近にいないと分かんないかもしれないから。ちょっとじゃあ携帯電話で配信するわ。じゃあ一回枠切るわ。タバコ買いに行きながら枠やります。お疲れ様。おつです。すぐ枠開きます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。